いつの間にか君と暮らし始めていた。西日だけが入る狭い部屋で二人。久しぶりの野球で体が痛いと大騒ぎの瀬明さんです。さあ、徳田さん厳しいですか、やっぱり。はい、レッスンは厳しいです。レッスンは厳しい、はい、そうですよね。さあ、それではね、今日はちょっと趣向もあるんですけれどもね、頑張って元気に歌ってください。はい、ね、カルメン77です。どうぞ。